里崎チャンネル。ふちょ。さあ、ということで、里崎智也のピックアップニュース。はい。なんとですね、日本ハムから FA 宣言していた近藤健介選手が、ソフトバンクホークスに入団することが決定しました。ということで、まず最初に、西武ライオンズファンの皆さん、日本ハムファンの皆さん、フェイクニュースに踊らされて、すいません。ね。違ってましたね。すいません。フェイクニュースに脅されてしまいました。まあ、ということでね、近藤選手が、いろんな報道を見るとですね、まあ、6年、だいたい40億円ぐらい契約に、なるんじゃないのかっていうね。だから、まあ、6年、そうだね、6636、1年6億円の出来高1億ついて、7年6億、42億円じゃないのかなと勝手に佐々木が考察しますけども。まあね、当初はね、条件面、ソフトバンクも4年総額ね、20億円っていうところからの大幅アップということで。やっぱりね、これがね、交渉の溝ですよ。やっぱりね、人気な人はすぐ決断しちゃダメ。粘りに粘って、いい条件を勝ち取ろう。まあもちろん悩んだっていうところ、近藤かどうかわかんないよ。悩んだっていうところもあるかもわかんないけども、やっぱりね、競合するときは、そんなすぐ売らない。これも交渉テクニックかなと思いましたけどね。だって、4年総合、ね、まあこれ報道だからね、どこまで本当かわかんないけども、まあこのね、報道を、見とくとね、まあ日刊スポーツにも書いてますけども、4年総額20億円からの、6年総額35億円超。まあ佐々木の予想ではね、6年6億円、36億プラス出来高1億の42億円じゃないのかな、っていうところはありますけどもね、ソフトバンク入りっていうところでね、まあこれはね、まあ多分ね、まあ近藤選手、一番はやっぱりね、優勝したいっていうところが一番だったんじゃないのかなと、この FA に至るところではね、思います。まあね、この佐々木チャンネルではずっとね、言ってましたけども、まあキャンプ中から見ててもですね、チームのね、まあ監督、ビッグボスの発言と、近藤選手の発言が若干ね、誤差あるっていうところの違和感。まあビッグボスはね、まあ9月までにね、優勝を狙えたら、ね、狙っていきますというね、最初から優勝を狙いませんっていうね、ところの発言でしたけども、やっぱ近藤選手は一貫してね、やっぱ優勝したいっていうところを発言ですね、があったっていうところで、そこのね、若干のズレっていうところはね、正直あったのかなと、やっぱり近藤選手はね、優勝したいとね、いうところ。だから FA のね、佐々木はね、FA 宣言っていうウィキペディアの中で、FA する選手の理由っていうところがね、佐々木の意見っていうとか、ウィキペディアに載ってんだけどね。これはもうね、優勝したい型っていうところにね、なるんじゃないのか。ね、そこが一番。その次に来るのがやはり、お金も欲しいよっていう。その誰でもそう。お金は欲しい。あった方がいいね。もうこのね、だいたいもし40億円とするならば、多分ね、20億は貯金できるね。まあ、まあ、4割は絶対税金取られるから、16億円は税金取られるけど、6年で4億。それ、そんな、1年1億も使わないからね。だからね、20億円ぐらいはね、貯金できるから、そう考えるとね、もう引退後、うわわです。普通に暮らしても、一生暮らせます。っていうところね、お金も大事っていうところがね、やっぱ大きかったんじゃないのかなっていうね、思います。藤本監督がね、電話で熱意を伝えて、さらにね、近藤選手と親交が深い、長谷川ね、優也一軍打撃コーチもね、交渉の席についてラブコールを送ったっていうね。まあ、5球団、ソフトバンク、オリックス、西武、日本ハム、ロッテっていうところがね、競合した中で、まあ、ソフトバンクを、選んだっていうところと、まあ、最後はね、なんか情報によるとオリックス対ソフトバンクのね、一騎打ちになったっていうところがね、あったみたいですけども、最後はね、ホークスに移籍っていうね、まあ、鶴岡以来のね、日本ハムからホークスへだったんじゃないのかなと思います。でね、まあ、優勝したい方って言ってもね、近藤選手優勝したことあるやないかっていうね、ところもありますけど、まあ、日本ハムはね、近年優勝したのが、2016年かな。で、その前が2012年っていうね、ところになるんだけども、まあ、2012年はね、近藤選手、まあ、1年目っていうところでね、まあ、20試合には出てますけども、まあ、その優勝にね、まあ、ほぼほぼ貢献してないっていうところでね、まあ、この優勝は近藤選手にとってあまりね、思い出深いものでもないでしょう。2016年にね、優勝して、で、広島とのね、日本シリーズで、日本一にね、日本ハムはなってんだけども、なんとこの年がですね、80試合出場、291打席、2割6分5厘っていうね、ところになって、まあここはですね、近藤選手ですね、まあ背番号8にしてね、まあ心機一転ね、頑張ろうっていうね、ところで、まあ春のね、キャンプで膝の故障に悩まされた影響でね、コンディショニングは整わないまま、
開幕に突入と。まあ、ロッテ戦ね、開幕戦では指名打者でね、スタメンになるけども、まあ、怪我の影響もあり、出場試合激減と。で、この年、大谷選手がね、二刀流ということで指名打者に起用されることもあって、ちょっと守備面もね、なかなか難しいっていうところで54試合で外野を守り、でね、キャッチャーもやろうみたいなね、栗山監督の方針でキャッチャーもやりながら、ね、二軍での、調整もしたけども、やっぱりね、この、まあ、日本シリーズも出たけども、やっぱり全試合出て、とかね、まあ、近藤選手にとったら多分、日本一は嬉しかったけども、ちょっと不本意なね、シーズンになっちゃったのかなと。で、その翌年もね、2017年も57試合出場とね、怪我の影響も、出てですね。で、18年からはもう100試合以上常に出てっていうね、ところになりましたけども、やはりしっかり戦った上で、怪我の影響もなくしっかり戦った上で、チームに貢献して、まあ優勝したいっていう思いがやっぱりね、強かったんじゃないのかなっていうところはあります。あとですね、まあ、いろんな情報来てます。その情報はですね、12月18日の里崎ライブでいろんな情報はお伝えしていきたいと思います。言えることと言えないことがあります。はい。しかもなんと里崎ライブ、1100人完売でございます。ありがとうございます。なんと、まあ、今まではね、ちょっとコロナ禍もあって、人数制限してて、プロ野球と一緒ですよ。50% だったりね、人数制限しててね、開催しましたけど、このね、忘年会ね、12月行われるのはね、もうその制限を撤廃してやろうっていうところでね、結果、1100人、完売でございます。ありがとうございます。皆さん、ぜひ、いろんな情報、ね、YouTube では話せないね、ここでしか言えない情報をね、聞きに、お楽しみに、チケットを持ってる方はね、楽しみにしてください。まあ、ということでね、この近藤選手、ね、ソフトバンクに落ち着いたっていうところで、これはもう、ソフトバンクはもう来年優勝、あげない人いないんちゃうかっていうぐらい筆頭に来るね。正直俺は、千賀がいなくなることによって、B クラスもあり得るんじゃないのかなって正直思ってたから、ひょっとしたらまた4位、5位っていうところの順位予想になるのかなっていうところはね、少なからず感じてましたね。キャッチャーのね、クオリティスタートのやつでもね、ソフトバンクは12球団で一番クオリティスタート率が少ない。その中でリリーフでなんとかやりきっている。その中のエースの千賀がいなくなるっていうところではね、なかなか苦しい戦いにね、なるんじゃないのかっていうところを感じたところで、オスナをね、ロッテから、ね、ロッテがね、保留者名簿に入れなくて自由契約になったと同時にアタックしてね、まあどこからアタックしたのかは知らないけどもね、オスナを取ってね、リリーフ陣万全、そして近藤を取ってね、打線も万全っていうところで、近年ね、ソフトバンクリーグ優勝できてないっていうところで、本腰を入れて来年勝ちに行くんだっていうね、姿勢がかなり強く見えますね。まあその中でね、レフトが近藤が座って、センター牧原になるのかな、でライト柳田で外国人も取っているから DH なのかな、ファーストなのかな、中村明が試合に出れるかどうかのギリギリになってくる。で、栗原はサードコンバート、今宮、三森っていうところ。で、海、で、FA で、ミネイを取って、もう盤石の体制で、これは優勝候補ヒットになってくるね。でもよ、だから俺がいつもね、この前の FA の問題の時もね、選手会のことでのね、言ったけども、ね、やっぱりね、もうこれね、6年にして、自動 FA にしないと、もう金持ったもんガチになってくるね。まあもちろんね、お金使って強くしていくっていう部分ではね、これはもうしっかりとした営業努力よ。だからもうね、前の動画でも言ったけども、やっぱお金使わないとね、いい戦力を集めれないっていうところでは、まあ結果ね、それで優勝できるかどうかをやってみないとわかんないけども、やっぱ優勝にね、近づくっていうところはね、間違いなくあると思うしね。だからね、FA を自動にして、そしたらね、ビリー・ビーンのマネーボールじゃないけどもね、セーバーなんかを活用して、世間的には、ね、年俸的には評価されてないけども、実は出塁率こんなに高いんだよとかね、安くていい選手を取れるよっていうところにしたらね、目に見えて高額な年俸を提示して、ね、超一流選手を取ってこなくてもね、目利きとかデータとか、いろんなことを集約しながら、低年俸でいい選手を取ってきて、チームを優勝に導けるっていう戦略を、自動 FA なら作ることができるんだけども、今の現状の FA だと、もう超一流しか FA しないから、ね。で、そういったところで、まあ大きくね、マイナスになる。もしくは、そんな超一流じゃないけども、FA 市場が活性化されてない時にね、ポッと出たところのタイムリーでね、結構高年俸をもらって複数年で FA 移籍するけども、全く活躍できないみたいなね、無駄に年俸を払ってしまうっていうマイナス面も出てきてしまうんだよね。でも、FA が自動化になることによって、やっぱりそのね、目に見えないチームの貢献度、目に見えない潜在能力の高さ、目に見えないこの選手の存在感っていうところをね、しっかり精査することによって、
お金をあんまりね、使わなくてもいいチーム構成にできるっていうね、マネーボールじゃないけども、ビリービーンのやり方っていうところがね、やっとセーバーもね、役に立ってくるわけよ。この自動 FA になってきたら。そうすることによって、ね、資金が多いチームじゃなくても、勝てるチームを作るっていうね、ことができるんでね。やっぱりこれはね、もうそろそろ時代の流れじゃないけども、やっぱ何回も言うけどね、自動 FA やっていかなきゃいけないのと、あの時ね、いろんなコメント欄にあったけども、やっぱり日本でもね、贅沢税っていうのをした方がいいかもわかんないね。ある年俸ね、以上のものをね、総年俸になった場合は、ね、その贅沢税みたいなのを取ると。で、そのお金どこ行くんやっていう時にね、まあ野球人口も減ってきてるっていうところでね、いろいろそういうね、野球を普及することのね、推進事業とかね、そういったところのに使ってね、アマチュア野球の活性化につなげたりね、いろんなところにお金を使って公園の整備だったりね、キャッチボールできるね、野球バッティングもできるみたいなね、ところがネットを張ったり公共事業でね、そういったところに寄付しながら野球の推進を図っていくっていうところでお金を使ってもいいしね、そういったところで戦力の均衡化を図っていくことによってチームが保たれるっていうところもあるんでね。だから俺の大好きな NFL とかもね、やっぱり連覇するってなかなか難しくところはあるからね。まあソフトバンクもね、ここ最近優勝できてないっていうところで本箇所入れるけどもね、そうなった時によ、話は全く変わるんだけど、まさきね、野村勇ね、上林ね、柳町ね、頑張った選手たちの行く場所がなくなります。まあこれまあね、優勝することが絶対だからね、その選手にとったらおいおい今度来ちゃったよみたいなね感じになるのとね、若手の突き上げっていうところがねなくなってくるとね、これはまだあるのよ、買い殺しっていうところがね生まれてくる。まあでもちょっとデモっていうでね、ちょっとこの言い方はかなり厳しいけども、どうせっていう言い方もちょっと語弊あるけども、怪我人出るんでね、もう毎年出るからね、怪我人はね、ソフトバンクは。だからそういったところでも層を厚くして、怪我人で人いなくなっても十分に回せるっていう戦力の拡大してるっていうところはね、非常に来年はね脅威になってくるのかね、チームとしてはかなりプラスに働くんじゃないのかと思います。ということで、近藤がねこの FA でソフトバンク入りしたことによって、もうほぼほぼの解説者がソフトバンクを優勝予想ね、オスナも入ってねっていうところでするんじゃないのかなっていうところでね。で、まあ、もしミネが入ったからね、回に代打とかっていうところもね、終盤使えるっていうね、あの、プラスアルファの戦略もできるしね、戦力十分、戦略立てれる、リリーフは、2枚作れるっていうね、最強の布陣で若干先発がっていうところでも、外国人ね、ガンケル狙いに行ってるからね、ガンケル試合作るかね、作ればこっちのもんよ。強靭なリリーフ出して、あとポンポンって打ったらね、ソフトバンクのチーム状況についたらフィットする。ね、ところもありますけどもね、先ほども言いましたけどもね、ね、自動 FA っていうところでね、そういった目に見えないね、安い年俸の選手でね、チームを構成して強くするやり方だったりね、贅沢税だったりとか、いろんなところをね、考えていくっていう部分ではね、いい分岐点になるんじゃないのかなって個人的には思いますけども、重い腰を上げれるのかどうかね、12球団のお偉いさんたちはどうなるのかっていうところはね、注目したいと思いますけども、近藤選手がなんとソフトバンクにね、6年総額40億円超っていうね報道も出てますけど、移籍することが決まりね、まあ、近藤選手にはね、これはしっかり頑張ってね、ソフトバンクの久しぶりのね優勝に貢献してもらいたいっていうところもあるし、他の球団もねここで打ち負かしたらまた面白いぞっていうところもあるんで、来季のシーズンもね待ち遠しいですね。っていうところで、ちょっとフェイクニュースにね騙されて違う情報を言ってすいませんでしたね。これが本当です。近藤選手ソフトバンク入りでした。それでは佐々木のピックアップニュースでした。